長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。皆さん、長崎県の食卓用陶磁器の出荷額が全国2位というのをご存知でしたか？カジュアルでデザイン性の高いハサミ焼きや繊細な伝統技術を誇る三河内焼きなど、県内の陶磁器は魅力的な作品ばかりですね。このような県内窯業の発展や振興を支援しているのが長崎県窯業技術センターなんだ。窯業技術センターでは人材養成などの技術支援をはじめ、企業との共同技術開発支援などさまざまな取り組みを行っています。例えば新しい材料の開発や廃棄物のリサイクルをはじめ、県内で製造される陶磁器製品の品質や安全性を確保するために試験分析を行っています。最近では陶磁器だけではなくファインセラミックスにも力を入れていて、県内の企業と共同でファインセラミックス製のエアフィルターを開発しました。光触媒を使用することで除菌効果や空気浄化等の機能を発揮します。センターを活用して製品開発に取り組んでいる人に話を聞いてみよう。モースケさん。はい、モースケです。今回話を伺うのはハサミ焼きの素焼き前の生地を作っている双子の姉妹、浦部彩子さんとめぐみさんです。陶磁器の廃材を利用した建材ハサミテラゾの開発にあたり、センターを利用しました。開発のきっかけを教えてください。はい、開発のきっかけはハサミ焼きではたくさんの、産業廃棄物というのが出てて、焼いた後に捨てられる欠品を使ってハサミテラゾというものを開発しました。ハサミテラゾは現在県内の商業施設や銀行でも内装の一部に使用していただいてます。ハサミテラゾを作る際にこちらのセンターを利用させていただいております。センターは、私たちが持ってない設備をたくさん持っているのがすごく魅力的です。また知識が豊富な職員の皆さんのアドバイスをいただけることがすごくありがたいです。今後はテラゾだけの活動ではなく、陶器を砕いた陶片というもののポテンシャルを上げるような活動をしていきたいと思っていて、こちらのセンターの方々と一緒に開発していけたらと思ってます。センターでは開発や研究だけではなく陶磁器全般に関する基礎的な勉強会も開催しています。陶磁器勉強会は窯業における人材の育成と技術力向上のため、陶磁器企業の後継者や製造技術担当者などを対象に開催しています。また企業などからの要望に合わせた個別の技術研修も実施しています。同じ業種なんですけど、関わりがなかった人とかとのつながりもできてくるのかなと思っているのと、あと窯業技術センターさんのとの関係性というか相談しやすくなったなっていうところがいいポイントというか副産物みたいなところでありますね。はい、より陶磁器について専門的に学ぶことができました。これから働いている窯元の仕事に活かせるよう頑張ります。窯業技術センターでは日々新しい技術やアイデアが生まれているんですね。今後も窯業の発展に注目するしかない。しかだけに。